新疆ウイグル自治区ウルムチ市で11月24日に発生した住宅火災は、人々の反発を招き、長い間に溜まっていた不満が爆発し、白紙革命を巻き起こしました。各地の抗争デモが激化する中、広州市の海塾、霊湾区、天岳など、これまで高リスクとされていた地域は、11月30日に続々と通告を発表し、即日すべての疫病予防、抑制を解除し、今後は低リスク地域として管理することを宣言しました。同日夕方、上海市政府新聞弁公室も、浦東新区、江北、西安区など、合計24の高リスク地域を12月1日0時に、封鎖を解除すると発表しました。公式によると、専門家グループは今回、新型コロナウイルス肺炎の流行に対する予防・管理対策の一層の最適化に関する通知と、及び新型コロナウイルスによる肺炎の予防・管理計画の内容に基づいて、会議を経て、封鎖を解除することに決定したといいます。